はいえー、ホワイトベースのです、ねえー、商品レビューのコーナーなんですけども、えー、この完成リア周りがようやく完成したハンダーカーブの前でお送りしますけども今日はね最近私があのよく履いているこのパンツですね気づいた人も多いかと思うんですけどもあの私には珍しくです、ね、この細身のデニムを最近よく履いております。はい でこれ何かというと、ですね、これはジャベックスさんあのガイルネとかで、ね、やってらっしゃるジャベックスさんです、ね、があの入荷している PMJ というイタリア製のデニムのシリーズです、はい。その中でもこのカフェレーサーというモデルですねこれをあの私、かなり普段履きでよく履いています。ね。 えー、もちろんプロテクターこれ実は入ってます膝入ってるんですねこれね、えー、入っております、えー、CE1 のですね規格のプロテクターが入っておりますので非常にあの強力でこのデニムなんですけどあの基本的にそのただのデニムじゃなくてですねトワロンという非常にあの強いですねまあなんていうか フルトワロンのやつになってくるとですね、えーまあ、レーシングスーツに匹敵する防御性能を持っているなんていわれているんですけれどもあのそうしたあ非常にこう強い素材を使っているライディング専用のデニムなんですねでも普通に履けます通気性普通のデニムであるんですねみたいにありますでもう一ついいのがあのこれイタリアもんなんでイタリアサイズなんですよで私おじさんなんですよ でおじさんにとってですね非常にこう履きやすい全体のサイズ感なんですね僕お尻大きいんですねお尻お尻が結構大きくて国産のですねこういうあの細身のデニムってね履くことがなかなかできなくて諦めてたんですねでそれがあのこれだと履けるんですよ PMJ だったら PMJ だったらこの細身のデニムが履けるんですはい これはねうすごく嬉しかった、はい、今まで諦めていたこういう細身のね、えー、やつっていうのはまあ,あの、まあ、そうだな履き,履きづらかったしきついしポケットに物入らないしでつらかったんだけどあの、まあ、僕の体格がちょっと合ってなかった僕の体格体型ってねあの福谷さん曰く割と難しいらしいんですよ。 でまあ、そんな私が中年になってですね、えーまあ、だん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 落ちない脂肪がついてきて、えー、ダメかなと思ってたんですけどもいけました、ねはい、で、えー、サイズがですね3436とあるんですけどあの僕35なんですよ。で35がないんですね。で36だと太かったり36でも細かったりとですね非常に、あのー、サイズ感が がですね、あんまりこう一致してないので日本のものとです、ね、一致してないのであのその辺りご自身の体のサイズをしっかり測った上でえで、ー、あとはまあ試着できれば、ね、試着できるところでした方がいいと思うしあとあの j a ッ e x のオンラインショップですね、えー、でいやあの直販のところで買うとサイズ変更ができるできます。はい できます詳しくくははホーームページご覧ください、はいなのでこれはねかっこいいのすごいかっこいいって、まあ、自分で言っちゃなんだけどパンツ自体だけ見てもかっこいいいでですはい、でこのカフェレーサーの方はあのこのようにですねブーツアウトまあ僕今スニーカーライディングスニーカーこれ TCX なんですけどもあのブーツアウトまあこれあのハイカットのシューズなんで。 ここういういにに外側に裾を出して履くことができますはい。でモデルによっては裾を結構絞ってて、えーまあ、こういうふうに履くとちょっと違和感あるやつもありますので、えーまあ、注意してほしいんですけども、えー、と今現在6モデルかな出てますその中でも一番僕が着用率が高いのがこれですね。はい で他にもあのもっと非常にこうゴリゴリの防御力の最高峰モデルのです、ね、チタニウムというモデルがあったりとか日本人の体型に合わせて作られたデウス J というモデルがあったりとかあと価格を抑えたエントリーモデルのニューライダーというのがあったりとかするんですけどもあのどれもです、ね、非常にこうスタイリッシュなデニウムなので僕自身非常にこう最近着用率が高いです。はい で、特にあのバイクね。なんかこう取りつく声を取り付けたりとかあする時もそうなんですけど、割としゃがむんですよ。しゃがんだりこう。膝ついたりこうするんですね。で、膝をつくときに。ね、えー、膝のプロテクターが入ってるとですね、えー、どこに膝をついても膝痛くないです。まあ,あんまりつくとね。あの膝あ擦れて白くなっちゃいますけど。まあバイクのデニムなんかね。膝擦れてなんぼですよ。はい。 こんな感じで膝をついても大丈夫という感じですね。はい非常にこう最近、おしゃれなこういういですねライディングスニーカー割と出ていると思うんですけどもそういったスリムなスニーカーに非常にこうぴったりと合うデニムですね PMJ のカフェレーサーはい今回、これをピックアップして皆さんにお伝えさせていただきました。はいどううででししょょ最近結構てるでしょほら でこの間の、モーターサイクルショーのステージで来てたのも、実はと PMJ のモデルになります。あれはカフェレーサーじゃないけれども、はい、かっこいいんだよ、これ、はいねえー。というわけで、えー、どうぞよろしくお願いします。